チョコボ乗り場へ行くわよ。私はね、召喚士なのよ。申し訳ありませんが、どうかご理解ください。召喚士の旅を邪魔するなんて何考えてるわけ。申し訳ありませんが、例外はありません。話にならないわね。リサイドのガッタとルッツです。こいつが最後の踊りです。遠方からご苦労だったな。さあ、通ってくれ。今度ブリッツ教えてくれよな。ちょっと行ってシンを倒してくるから待ってろよ。できましたね、ユーナ殿。はい。どうしましたか。お困りのようですね。実は。なるほど。お待ちしておりました。作戦司令部にご案内いたします。その前に頼みがある。はっ、何なりと。召喚士ユーナ殿とガードたちも通してほしいのだが。お言葉ですが、シモア様。君に迷惑はかけない。責任は全て私が取る。かしこまりました。通行を許可いたします。どうぞ。 ありがとうございます。ユーナ、行くわよ。うん。偉そうなやつ。偉そうじゃなくて本当に偉いんだよ。シモア・グアドロシ、ご来人。スピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君、己の選んだ道を信じ存分に戦うがよい。君たちの優先、エボンの老子、このシーモアがしかと見届けよう。はっ。どういうことだあれ。どうしてシーモア老子は討伐隊を応援するんだ。アルベド族の機械を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー。うん、ただの視察じゃない。本人に聞くんだな。やはりアーロン殿でしたか。お会いできて光栄です。ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間はない。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。あ、はい。
どうかそんなに緊張なさらずに。あのシモア様はなぜにここにいらっしゃられますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。エボンの教えに反する作戦、止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。彼らの純粋な願いが一つになってミエンセッションが実現するのです。エボンの教えに反するといえど彼らの志は純粋です。エボンの老師としてではなく等しくスピラに生きる者としてシーモア・グアド個人として私は声援を惜しまないつもりです。でもアルベド族の機会はまずいっすよ。見なかったことにしましょう。老師様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよ。では聞かなかったことに。マジっすか。初めて見た時からシーモアは好きじゃなかった。でもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ。ユーナ様とガードさんたちですね。はい。作戦司令部へどうぞ。シーモア老師がユーナ様ぜひとのことです。はい。司令部はあっちなのでそっちの道からどうぞ。こっちの方は作戦準備でご覧してるんですんませんです。通行許可が出たのか。うん。ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば俺たちの戦いはそう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎだな。キッ、ワッカ、もう話す機会がないかもしれないから謝っておきたいことがある。ルッツ、ダメ。なんだ。お前の弟を討伐隊に誘ったのは俺だ。すまん。ワッカ、落ち着け。ワッカ、一緒にブリッジやっててよ。大会で一回でも勝ったら、勝ったらビューティー結婚申し込むって楽しそうに話してたのによ。ある日突然討伐隊になるだもんな。好きな女と一緒にいるよりもそいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。ルー、知ってたのか。この旅に出る前に聞いた。ルールのパンチも効いた。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。レッツ、死ぬんじゃねえぞ。殴り足りないか。全然足りねえ。ルッツさん、ダメ、言っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。
通してやれ。お前が召喚士の道を選んだ覚悟とこの男の覚悟は同じだ。邪魔するな。どうしてユーナが道を開けたのか、それが分かったのはずっとずっと後のことだった。嫌いなんだな。チャップはね、ワッカが送った剣を島に置いていったの。そしてアルベド族が作った機械の武器を手に入れた。そんなことは関係ないだろう。教えに反する機械が嫌いな毒だ。やめようよ、もう無謀な作戦かもしれない。教えに背いてるかもしれない。だけど討伐隊もアルベドの人たちもすごく真剣だよ。みんなシンを倒したいって心から願ってる。その気持ちは私たちと全然変わらない。そう思わない？あったよ。でもな、俺は機械を認めない。教えに反することは認めない。召喚士様、こちらでしたか。司令部はあちらです。キノック老師もいらっしゃいました。キノック様もですか？はい、ユーナ様もお急ぎください。まもなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか乃木割りだな。当たり前だろ。俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。そうだった。あっ、クソ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみろ。